ケルン LRT はドイツケルンで運行されているライトレールと呼ばれるである。19世紀後半よりケルンにはすでに馬車鉄道が運行されていた。しかし第二次世界大戦中の爆撃でケルンや周辺都市が壊滅的な打撃を受け第二次世界大戦後にケルン市内と周辺都市を結ぶ交通網を再び充実させる必要が生じた。 そのため、1960年代より地下トンネルの建設が進み、シュタットバーンの路線が開通していった。また、ケルンとボンを結ぶ都市間電車であったケルンボン鉄道を取り込み、ボンの路面電車、シュタットバーンモード一体化した路線を形成した。都心部はトンネルを走行するが、放射状に周辺へと伸びる路線の多くは地上を走行しており、ドイツの5都市を運行する。 地下鉄とは定義上区別されている。周辺の都市であるレーバー空前、ベルギッシュグラートバッハ近郊まで路線は広がっており、また近辺の公共交通機関と運輸連合を結び、ボンのシュタットバーンと直通運転を行うなど、近距離交通のようとして重要な役割を果たしている。従来からの路面電車網は次第にシュタットバーン網に置き換えられ進化していった。 30年の間、多くの電停では、ュタットバーン用車両と路面電車車両両方に供されていた。ステップのないュタットバーン用車両向けに高いプラットフォームが作られている間、他の支線や街の中心部では、路面電車用に低いプラットフォームが必要であった。1990年代の初め、低床技術が導入されると路線網に、 数百もの高い床ホームを建設することなく車椅子の移動が保障されるようになった。低床電車が導入されると既存の高い床ホームを壊すことなく床の高さが異なる二つの路線網に分割された。平日はすべての路線で午前6時から午後8時まで10分間隔で運行され、初電の午前4時30分から午前6時までの時間帯と午後8時から 終電の午前1時までは本数が減らされて運行されている。週末などは1時間間隔の終夜運転が実施されている。ケルン中心部では複数の系統が集まり、一部の駅では1時間に30本、それぞれの方面へ利用できる。東西線、KVB リニアン179、低床車両路線も導入の最初のステップは、1994年に4つの、 共通する東西の幹線ルートに集中して導入された。短期間内にこれらの路線の限定は道路より35センチメートル程度高い低いプラットフォームが整備されている。旧来からの路面電車網は路線網から次第に切り離されスタッドバーン規格に改良されていった。2007年現在ピーク時間に運行されていた8系統は運行を中止し、 すべては7系統と9系統の時刻に統合されている。環状線 KVB リニアン1215当局は高床式のプラットフォームを多数整備しようと計画したが、財政的に可能でないことが明らかになった。その後、他の可能性を調査し、第2の低床路線網を作成して、低床路線から外れる残りの路線に高いプラットフォームを備えることが、 経済的に無駄がないと考えた。将来、高床路線が中央駅の地下を使用するとき、低床路線は環状道路のもとに集中させることを決定している。その後の改良によって、現在環状線はすべて低床車両で運行されている。6系統はピーク時間帯のみ運行していたが、その後15系統に置き換えられている。 12系統計系 4000KVB リニアン345131618リニアン345駅と周辺風景ケルン中央駅から近いアッペルホーフプラッツ駅2000系高床路線網のすべての路線は従来からの道路より1メートル高い車両が用いられている定床の路線網からは分離されており高床ホームの整備も進められている三系統と四系統では一つの駅が 高床ホームがなく残っており、西支線の5系統ではいくつかの駅のプラットホームが整備されておらず、旅客が道路から車両に登らなければならない。KVB リニエ13、13系統は、環状道路線、ガートルと呼ばれ、都心部を通らない唯一の路線である。路線は同じ名称がついている道路に沿って走っている。 十三系統の北側部分は、高架鉄道として建設された。KVB リニアン十六十八リニアン十六十八ゲックル z 十六系統と十八系統は、ケルンのシュタットバーン網の中で、最も距離が長い路線で、ボンのシュタットバーンと直結している。北南路線の建設九百六十年代に、建設されたトンネル区間は一時間あたり三十本の電車が、 通過しており、許容能力を超えて使用されている。トンネルは、都心部を避けるように西寄りの幹線道路の下を通っており、改削工法で建設された。現在、拡張計画として、新しい北南トンネルのオール SD スタート版、NSS が建設中である。トンネルは 3km で、1968年に、現在のトンネル開通して、以来、 初めての地下路線である。新路線が開業すると路線系統の再編が行われる予定である。容量とアクセスの両方の問題を解決するために、新トンネルは歴史的な建物が密集する都心地区の直下に道路とは無関係に建設される。完成すると16系統の所要時間が約10分短縮される予定である。新トンネルは高床路線専用。 現在のトンネルは低床路線専用となるため長年の悲願であった完全分離の最終段階となる。トンネル建設に際しては考古学的異物の破壊を防ぐために地下30メートル付近をシールドマシンで掘削された。しかしながら将来の駅予定地での発掘がまだ必要なため予算オーバーとなる原因になっている。最初6億ユーロと見積もられていたが 現在では9億5000万ユーロで算定されている。2期目のライン側に沿った路線と接続するトンネルなどで、もう1億ユーロかかることになっており、走行費は10億ユーロを超える。2009年のトンネル陥没事故の影響で工事は予定を大幅に遅れている。この事故で、ケロン市歴史文書館の一部が倒壊し、二人が死亡した。 2015年の時点でトンネルは北側の4駅分が完成しており、暫定的に乗り入れが行われている。最後の旧式車両が引退したのは2006年で、現在は高規格車両で、ほぼ構成されている。ほとんどの車両は30メートル以下の長さで、車体幅は2.65メートル、定員70名で、最高速度時速80キロメートルかそれ以上である。 わずかな場合を除いて、ほとんどの路線では2編成以上を並結して運行している。1973年、ケルンのシュタットバーンでは2つのタイプ B 車両を受領した。1996年までに4世代1 7 2編成を受領している。初代の2000型は現在徐々に撤退している。第2世代の2100型は大規模な更新工事を受けもう15年運行される。 ウィーンで試験運行を行った低床車両と似たケルン向け車両がボンバルディアトランスポーテーションによって開発されその後のフレキシティスウィフトと商標されている。合計124両の低床車両が1995年から1998年の間に配備され、K4000 型と呼ばれ、車両番号は4001から始まっている。K5000 タイプ B の生産者である。 デュワーグ社がシーメンスに売却されその後解散された時、追加のタイプ B が利用できなくなった。現在シーメンスがシティスプリンターとして出している、新形式の高い床車両として、計5000型が登場する。試運転から2ヶ月後の1999年8月にシティスプリンターの試作車が、ブレーキ系統の不具合から時速50キロメートルで、 他の列車と衝突事故を起こし、8名が重傷を負った。そのため、第2の試作車は受領されなかった。その代わりに、ボンバルディアは、K4000 系より高床式車両を得ている。2002年と2003年に59編成を受領した。番号は、シティスプリンターの事故車の番号の再利用を避け、5101から始まっている。 他の15編成は2010年以前には受領する予定である。K4500 第2の低床路線網を作ることを決定したとき、オプションの K5000 を追加の低床車両に変更した。ボンバルディアは、K4000 より多く、K5000 をもとに、新しい低床車両を開発した。新しい車両は、K4500 型と名付けられた。 2005年から2007年にかけて69編成を受領した。ありがとうございます。